にちは、小田切あさぎです。はい、私ね、先日ついに2人目出産いたしました。いや、そんでね、やっぱ妊娠期間中って10ヶ月もあるわけじゃないですか。で、私はこの自分のね、人生のモットーとして、その我慢をしたくないっていうのがめちゃくちゃあって、なんか我慢をしなきゃいけない、一般的には我慢をしなきゃいけないっていうか、もうしょうがないって諦められているようなことでも、なんとかその自分の中で方法を見つけたりとか、工夫をしたりとか、いろいろそのやんなくても大丈夫じゃないかみたいな仮説を立てて、我慢しなきゃいけないっていうことをこう一個ずつなくしていくっていうことを、すごい人生を通してやっているわけですね。私の人生のモットーでもあるんですね。で、あの、そんな私に言わせると、やっぱ妊娠期間中ってめちゃくちゃ我慢の連続だと一般的には思われてると思うんですよ。やっぱりあの雑誌とかね、そういうネットとかいろいろ見ても、妊娠中にやっちゃいけないって言われてる行為とかもうたくさん出てきて、で本当に全部ちゃんときっちり守って、何一つリスクがないように妊娠生活を送ろうと思うと、まあ、人によってはそうでもないかもしれないけど、少なくとも私にとってはもうめちゃめちゃストレッシーなんですね。なんで妊娠期間中もそのなるべくストレスをためないで、あの、生活できないかっていうことで、なるべくその、まあ、基本一般的には NG って言われてる行為でも、自分がやりたいと思ったことはちょっと工夫してやってみるとか、いろいろ調べて、何が実際にどういう理由でそれはいけないと言われてるのかなんかを調べて、でこれは問題ないなと思ったら、まあ、全然気にしないでやる、まあ、結局ね、リスクを負うのは私一人、まあ、子供もそうですけど、私と子供なんで他の人ではないのでね、あの、そういう感じで、実際に私が一般的に妊娠中に NG 行為って言われるような活動をどのようにしてたのかっていうことについて、ちょっと今日は語ってみたいと思います。でもちろんね、これ言うまでもないことなんですけど、これはただ単に私はこうしましたっていうだけで、これだからやっても大丈夫だよとか、むしろみんなもやろうよなんて勧めるもんではないし、ただなんか、あの、こういう人もいるんだなぐらいに思ってもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。まず妊娠中の NG 行為、その1、旅行。うん、これもね、よく言われますよね。特に飛行機に乗っちゃいけないとか、そういうことをが書いてあるんですけど、いろんなエアラインから、あの、このぐらいの妊婦さんはやめてくださいねみたいな、あの、お知らせっていうか、なんていうか、そういうのが出てるんですけど、だいたい36週の0日、1ヶ月前ですね、出産予定日の1ヶ月前からは、あの、飛行機に乗るときは診断書が必要ですっていう風に定めている航空会社が多いんですね。私の場合はね、もちろんそんな診断書っていうのは持って取りに行くのめんどくさいじゃないですか。だからね、自分の中で36週以降はちょっと旅行はやめておこうと決めてですね、それまでは大丈夫っていうことにしてたんですね。で、実際、あの、どの辺まで旅行に行ってたかっていうと、まず、そうですね、一番ギリギリで言うと35週の時に出雲に旅行に行ってました。で、これはね、ちょうど35週が1月で年始だったので、あの、出雲大社にね、私がオンラインサロンを主催してるんですけど、オンラインサロンのメンバーと出雲大社に、あの、今年1年のね、こうお参りを行くっていう企画をしてまして、これが、あの、一番最後に飛行機に乗った35週ですね。で、その前は、あの、31週で帰省して北海道に行ったりだとか、あとはね、海外で言うと26週の頃にイタリアに行ってますね。こう1週間ぐらい家族、私と夫と娘と家族3人でイタリアなんで、まあ、飛行機も乗り継いでね、結構長いこと、あれどこで乗り継ぎしたっけ、イタリアって直接だったっけ、乗り継ぎしたよね、北京、あ、そうそうそう、北京で乗り継ぎして行きも帰りも、うん。で、航空会社もね、あの、普通なんか中国の変な航空会社だったよね、違ったっけ、中国だったよね変ではないけど、普通の航空会社で普通のエコノミーで十何時間ね、あの、乗りましたけど、まあ大丈夫でした、うん。で、次、自転車。あ、そう、こういうの作ったけど、ちょっとさっき出すの忘れた。次、自転車ですね。これは、あの、私一人目の時に自転車通勤してたんで、もう毎日乗ってたんで、結構一人目の時に悩んだんですね。で、二人目に関しては、あの、正直そんなに乗る機会なかったんで、一番でもギリギリで今、まあ、38週ぐらい前乗ってましたね、うん。
で自転車って何が NG って言われてるかというと、やっぱりね、あの 私調べによると転倒リスクがあるっていうのが危ないっていうことなんですよ。だから自転車に乗る、例えばその振動が何か影響を及ぼすとか、あのお腹に力が入るから良くないとか、そういう理由なのかなって最初思ってたんだけど、まあもちろんそういうのもねゼロではないんですけど、一番はあの転倒リスクっていうことだったんで、すごく気をつけて乗れば大丈夫って自分の中で考えてそうしてました。はい、次、温泉じゃーん。私温泉が実はすごく好きでですね、あの温泉とサウナがすごい好きなんで、ちょっとこれだけはあの本当に行けないとすごいストレスになるんで、がっつり行ってましたね。で、あの赤すりとかアロママッサージも私すごい好きなんですよ、受けるのが。で、普段はもう、まあ多い時で1週間に1回とか2週間に1回とか、その大江戸温泉とかね、テルマ湯とかそういうところに行って赤すりを受けたりアロママッサージを受けたりっていうことをしてすごいリラックスしてるんですけど、なんとあのテルマ湯とかね、大江戸温泉は妊娠すると断られちゃうんですよ。で、あの基本的に受けてくれるところがなくて、でそれ以外だからもうしょうがないから、あのそういう入浴施設っていうの、お風呂施設以外の、まあ、エステとかのアロママッサージとかもなんとか受けれないかっていうのをめちゃめちゃ画策したんですけど、まあね、あのどこも受けてくれなかったですね。でかといってね、私もねそこで我慢できる女じゃないわけなんで、なんとか受けれる場所がないかっていうのを探した結果、あの西麻布にあるアダム&イブっていう24時間やってる、まあ、これも入浴施設なんですけど、そこはなんかすごく韓国式エステっていうか韓国式赤すり、そこはね唯一妊娠中とか全く気にせず受けてくれましたね。でもあのそうなったらそうなったで、私とも逆にちょっと怖いわけですよ、本当に大丈夫かなみたいな。あ、だからあの妊娠してからはその西麻布のねアダム&イブに、結構お風呂といえばアダム&イブに行ってたんですけど、うん、一番最後は確かそうね、多分30週ぐらいを最後に、まあ行ってないですね、うん、でもその後にもやっぱり温泉とか入りたいから、どうしてたのかというと、あのうちにちょっとしたサウナがあるんです、マンションに。でそのサウナにはもう毎日のように通ってました。でこれは本当にね、出産のね何日前だろう、3日ぐらい前までもう毎日ジャグジー入ってサウナ入って、でサウナもやっぱり熱が胎児に良くないとかいう書いてるところもいろいろ見たんだけども、まあここはねもう本場のフィンランドはどうなのかみたいなの調べたら、まあ別にそんなあの妊婦だからダメとかいうことはないって書いてあったんで、私はフィンランド式へ行こうということでサウナも毎日入ってましたと、はい、いうわけですね。はい、次、飲酒はね三角かな、うん、多分本当は罰なんでしょうね。これはね、あの私はお酒もすごい大好きで、うん、でも、まあ、やっぱり一応ね妊娠したからにはなるべく禁酒してっていうことで、まあ、普段ほとんど飲まないような生活を送ってたんだけど、例えばあのイタリアに行った時とか、あとあの誰かのお祝いの時とかに本当にちょっと一杯だけあのシャンパンを飲むとかっていうのは OK っていうことにしておきました。でもまあ一杯だけっていうことで、うん、でそれまでね毎日飲んでたハイボールとかそういうのは飲まないっていう方向で、はい、であのその代わりどうしてたのかっていうと、ノンアルコールビールをまあ飲んでまして、でそしたらねなんかね面白いことノンアルコールビールに私ハマってしまいまして、なんかもうむしろビールより美味しいんじゃないかぐらい、あの妊娠中はあのめっちゃハマってあの楽しんでました、うん、ノンアルビールはね意外と慣れると最近あれ美味しくなったね、多分出たての時より。なんで出たての時に飲んでまずっと思った人もあのかなり今美味しくなってるんで、ぜひ試してみてください。はいはい、次、チーズ生ハム。あー、これはもう丸かな。もうチーズとか生ハムはあの食べたい時には食べてましたね。そしてあと、まあ、食べ物編このまま続きますと、生魚、うーん、生魚は三角かな。あの多少控えめにしてたというか、あの危なそう、例えば安いお寿司屋さんに行かないとか、そういうぐらいは工夫してましたね、うん、はい、カフェインは丸かな。私もともとコーヒーが飲めないんですよ、苦くて、うん、
で、だから飲むとしても紅茶だし、かといってなんていうか、まあ、私の動画をね見てくださってる方はご存知かもしれないけど、朝起きてまずはお茶を入れて優雅なティータイムみたいな、そういう素敵な生活を送ってる人では全然ないんで、まあ、自分でね家でお茶を入れる機会なんて、まあ、ほとんどないっていうことで、あの飲みた気にせず飲んではいましたけど、まあほとんど飲まなかったですね、結果的にはっていうことです。はい、で最後、あのこれすごい一番気になっている人が多いんで、じゃではないでしょうかという、あの性行為ですね、夜の営み編なんですけれども、これもねあの別の動画で話してるんですけど、例えばフランスなんかではもうめちゃめちゃ推奨されてたりするわけですね。うん、もう特にそのオナニーですね、自分でやるオナニーっていうのはやることでジャグジー効果を、なんか赤ちゃんにとってね、あの水の中でマッサージを受けてるようなジャグジー効果をもたらしますみたいな、ぜひ積極的に取り入れましょうぐらいのことがフランスの雑誌には書いてあるっていうことなんですけれども、うん、まあ、 あの個人的にはねぼちぼちっていうところかな、うん、っていうことにしときたいと思います。はい、というわけで今日はあの妊娠中の NG 行為についての動画でした。はい、いつもご覧いただきありがとうございます。これからも新生児との生活などどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。